プールの水を5日間止め忘れた小学校教員に95万円損害賠償請求が会社員だったら若さまさる弁護士に聞いた工業地帯でもある神奈川県同市の私立稲田小学校の屋上で事件が起きたのは5月17日のことだった川崎市教育委員会の担当者に事件の実態を聞いた 教員が注水作業を行いました。25年前、小学校改築のタイミングで屋上に備え付けられたこちらのプールは、約6時間ほどで授業に必要な水はたま水を止め忘れたため、5日後の5月22日まで止水作業が行われなかったんです。当の教員は10年ほどのキャリアを誇る30代半ばの断させてしまった水の両配下ほどだったのか、 25メートルプール6杯分にあたる21,755立方メートルです。プールで作業予定があった要因は水が出しっぱなしになっていることに気がつきました。プールへと水を注ぐバルブが5日間も開けっぱなしになっていた背景には、どのような理由があるのを押すのと同時に、ろ過装置も作動させたため職員室内で警報音が鳴りました。 警報音を止めようと職員室の電気ブレーカーを落としたところ、スイッチの注水する形で切れる羽目に。しかし、教員は注水スイッチの電源が切れたことに気がつかなかったのです。結果的に注水スイッチを止めたと思い込み、プールへと水を注ぐバルブの蓋が閉まっていないという事態に。プールの操作マニュアルは校内ですでに紛失されており、 その影響もあったのかもしれません。どう凍てた学校は止水作業を行った翌日へとミスを報告。しかし、後日、市側が下したのは非常な決断だった。流出してしまった水の水道代は約190万円分。その半額である院及び、監督責任者である校長に賠償請求することにしました。 地方自治法や国家賠償法に照らし合わせた判断です。前室の市教育委員会の担当者、この少々厳しすぎると感じられる決定に市民も反発。8月10日に教員への賠償請求が発表されるや、このままでは教員の担い手がいなくなるとして、市の決断に反対する意見が100件近く寄せのだ。